みなさんこんにちは、バンビーです。今日もね、ランクマッチの方やっていくんですけど、今回からレギュレーション G、 5月のランクマッチ対戦ということで、まあ、伝説解禁ですね、やっていきたいなと思います。まあ、いきなりね、まあ、スカーレットさんと当たったわけなんですけど、伝説もミラーノコライドンということで、まあ、やっぱね、最初は新解禁の中でも、まあ、最も、注目されているんじゃないかなと思うコライドンをね、使っていこうと思います。で、まあ、コライドン使っていくんだけど、相手のね、アーマーガーに対して、まあ、コライドン強いけど羽ばたく神が止まっちゃうとかあるんで、まあ、一旦、まあ、鬼しずぐもコライドン羽ばかみとかでいけんじゃないかな。まあ、今回ね、鬼しずぐも採用してる理由が、まあ、ネバネバネットになるんですけど、まあ、なぜね、ネバネバネットを採用してるかというと、まあ、コライドンってね、確かに強いんですよ。晴れでね、自身の火力も上げれて、まあ、炎テラスとかでね、ニトロチャージの火力が化け物みたいに結構言われてて、まあ、実際そうなんですけど、まあ、弱点もありますと。で、その弱点が、相手の羽ばたく神になってくるので、まあ、晴れでね、相手を古代活性させてしまうっていうところもあるので、まあ、自分がね、羽ばたく神使う上ではいいんですけど、使われるとね、ちょっときついんで、まあ、その対策としてネバネバネットをね、今日は使っていこうかなと思っております。対戦相手のスカーレットさん、よろしくお願いします。まあ、ただね、シャワーズがね、何をしてくるかわからないんですけど、まあ、結構ね、まあ、スタートダッシュで潜ってるんですよ、レギュレーション G。開幕したのが13時ぐらいなんですけど、まあ、そっからね、数分しか経ってないで潜ってるんですけど、まあ、この時期に潜ってるって、まあ、絶対強いんだよな。まあまあまあ、これはまあ、ギリ悪くはないけど、いや、まあ、良くもないですね、これ。いや、悩ましいな。まあ、ネットはもう絶対巻く。もう絶対巻くんだけど、まあ、アクアブレイクから入ってもいいんだよな。メガネか。でもメガネ考えると、まあ、ネットから入っておきますか、一応ね。はい、ムーンフォース。まあ、メガネだね。まあ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 、いいでしょう。あ、弾か。弾か。まあ、いや、弾はね、むしろ嬉しいはず。むしろ嬉しいはず。で、ここは、まあ、耐えないんで、まあ、こらえるんですけど、これね、なんかこらえる読まれそうなところが嫌ですよね。弾か、まあ、弾もわかるな、マジで。わかるなっていうか、弾にしようかなって悩んでたぐらいには弾ね、結構強いんですけど、あ、オッケー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 。で、まあ、このね、イバンというアイテムね、まあ、クロバドには、まあ、あんまり強くないんですよね。クロバド木の実をね、食べさせないというね、特性、人馬一体の、2個の特性のうちの1個緊張感があるんで。まあ、なんでまあそこら辺にはね、直帰ディンル投げてこうかなっていう感じなんですけど、まあ今正直ね、試行錯誤してる段階ではある、さすがに。まあ環境という環境がわからないんで、まあどういうのが流行ってるかとかもわからないんで、まあとりあえず今回は押し付けようというところで、まあハチマキコライドン使いたかったんでね、まあ超火力を、いかにね、自分のやりたいことを押し付けるかっていうところでネット巻いてるんですけど、まあまあまあ、なんかママンボーサイクルとかでね、ハチマキ、コライドン使うのもね、ありだね。てかね、まあ基本的にね、ママンボーはね、このルール強いんだよね、ママンロンゲみたいのは。まあなんで、まあママンボーと合わせてもいいけど、まあせっかくならね、ちょっと新しい形の構築もね、見せていきたいなというところで、オッケー、偉い。偉いけど、まあニトロチャージの起点になっちゃったんだよね。まあただ、何が偉いかって、まあ、ネット巻いてるから、まあ、そこは一応、まあ、なんとかなるかなっていう考えではあるよ、一応。いや本当にね、まあ、どういうね、性能かとかは、まあ、机上論では理解してるんですけど、まあ、レギュレーション G の仲間大会もね、俺そんな潜ってなくて、まあ、実際使ってみないとさ、性能とか分かりきれないところあるから、まあ、そこら辺がね、どうなっていくかっていうのはかなり注目ポイントかなと思います。で、これタスキなんだろうな。ただ同じような構築なんだろうな、俺と相手は。まあ一旦赤ブレイクでいきますか。でね、まあまあまあ、まだまだ難しい試合としては。テラバースコ、え、ステラじゃないよな。いや俺もね、ファオジアンのステラバースをちょっと考えたんだけど、いや神 CS だからな。まあコライドンから投げますか。まあまあ一旦ね、コライドンのニトロチャージ見てみましょうか、皆さん。まあ、ニトロチャージといえば、素早さを上げる。まあ、威力のね、低い。まあ、あまり強くはないと言われている技だとは思うんですけど。そんな技。ちょっと一旦、いやでもね、まあ、別に上取ってるからな。まあ、フレアドライブとかでもいいんだけど、まあ、ニトチャ打たなくてもいいのか。いやでも、まあ、フレアドライブはないな。いやでもね、ニトチャでいいわ。まあ、一旦ニトロチャージ打っておきますか。ステラー、テラバースはちょっと困るのと、まあ、タスキが、まあ、若干嫌なんですけど、まあ、テラバースと相手で打った理由が多分、つらら
不意打ち、テラバースト、あとまあ聖剣とかなんか剣舞とかだったら、まあ、つらら打ちたくないじゃん、あの HP1 に。だからまあテラバースト打ったのかなみたいな、まあ、考えをねしていたりするんですけど、さてさてさて、まあ、ここのニトロチャージね、まあ、本来素早さを上げるだけの技と、ただコライドンが使うとこうなります。ワン、ツー、スリー。まあ俺もねあんま見てないんだけど、強すぎ、あ、タスキがーい、あ、おい、抜群かい。まあ、テラス切ってくれたりするとね、すごいことが起きていたんですけど、絶対レードやめてね。でも絶対レードテラバースに入らないでしょ。オッケー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 。まあ、ツララはね、しっかりと防いで、まあ、こいつね、火力ばっかり注目、しがちなんですけど、まあ、素早さもね、かなり高いし、まあ、耐久面もね、なかなかにすごいということで、まあ、言ってしまえばもう最強寄りのポケモンですね。本当に。で、まあ、一旦ニトロチャージで、まあ、削って、でまあ相手コライドンだよな、ラスト1回。いや、激励った方が良かったかな、コライドン分かってんだったら。なんかコライドンじゃない可能性も一応あるかなと思ったけど、あ、まあまあでもニトロチャージ見せてることで、まあ相手は多分テラスタルしてくるじゃないですか。だからここはね、まあ、何が正解なんだろうな。で多分ニトロチャージでそのまま押してっていいと思うんだよね。あ、相手テラス切らないな、あ、切らないなら、いや切らないなら良くないんだよな。まあまあまあ、切らない、あ、なんか激輪読むかなと思ったんだけど、切らないのは、話がマジで変わっ、あ、でも耐えるんだよね。うん、耐えちゃうんだよね。まあ、激輪フレドラとかの、あれだな、多分相手もこだわってた系だな、多分。うん。いや、これね、その、まあ、ニトロチャージプラス、メガネパワージェムで、相手が炎テラスだったら、まあ、大体落とせるよね、みたいのがあったんで、ニトチャ、いや、これニトチャ安定だわ。いや、まあ、冷静に詰め方が難しいわ、まだ。え、ただ、いやもうなんかニトロチャージ打ってるだけで試合終わったわ。うん。やっぱコライカミっていう並びが、相手のコライドの技を一貫させないとかもあって、なんか結局コライドンと羽ばたくカミっていう並びが、まあ、まず強いだろうね。スタンダードとして。まあ、なんか難しかったけど勝ちましたね。多分、素早さ下げてて、まあ、カミ俺最速だから、まあ、大体居座ってニトチャで削る。で、相手がまあ、俺まだハチャマキバレてなかったから、詰め方としては、テラス見れたら OK で、テラス見れなかった場合でも、まあ、倒されるのがドラゴン技だけだったから、まあ、基本的に有利な試合展開だったかなとは思います。対戦相手の方、ありがとうございました。はい、ということで、対戦相手の方が見つかりました。田中正義さん、対戦よろしくお願いいたします。相手、待って、レイスポスじゃないよね、クロバドだよね。クロバドの選出画面で小さいなぁ。まあ、ということで、まあ、対戦相手クロバドなんですけど、いや、ま、これはねー、いや、ま、悩ましいんだよな。まあ、ディーンはね、投げようかなって思ってたんだよね。クロバドに対して。まあ、そのためにディーンをね、持ってきてるのがあるから。まあ、ディーンは投げたいけど、まあ、むずいね。でも、古来神で良さそうっちゃ良さそうだよな。でも、まあ、ネットも巻きたいんだよな、正直。だってなんか、ネバネバネット巻いたら強すぎるよな。でも、ネバネバネット巻く場合、まあ、鬼しずぐも、ディンルー、コライドンとかになるんだよね。で、まあ、それ何が嫌かっていうと、まあ、海竜の存在がちょっと厄介なんですよね。まあ、なので、いやー、ガチグマとかいるしな。やっぱ、ディンルーは多分強いんだよな。まあ、だったら、ま、素早さ操作とかは無視して、まあ、とりあえず、ハチマキ古来から入って、神ディンルーとかで行くか。ネット巻かないけどね、これで行きましょう。対戦相手の田中正義さん、よろしくお願いいたします。いや、だから本当にね、すごいよ。うん。伝説のパワーは。いや、コライドンでもやっぱ一番パワーが出るから、今までそのスタンダード系な構築が好きだった人は、まあ俺とか特にそうなんだけど、まあまず最初に触るのはコライドンがいいと思う。いや、まあいろいろね触るべきなんだけど、相手の弱点とかも知れるからね。まずはコライドンだと思う。はいはい。まあまあまあ、はばかみが来ました。いや、これはね、もう突撃する気満々だけどね、俺。これ、よくないのかな、突撃する気満々とか言ってんの、これ。まあでももう、突撃する気満々だけどね。まあ、これだったらやっぱね、初手に来るんだったら、鬼しずくも、やっぱ鬼しずくもね、強いっすね。思った2倍ぐらい強いかな。まあ、ここはホノテラ、ニトロチャージで。で、まあ、パワージェム打たれる場合はいいんだけど、なんかいきなりここで、まあ、ステラバーストとか打つ環境になったら困るよね。まあ、でも、コライドはね、それ余裕で超えていけるから。まあ、でも本来やっぱね、神に、居座るっていうのは、まあ、こういうのも含めて、まあ、あんまり強くないなっていうのはね、わかるね。うん。まあ、でもこの試合は、まあ、いいですよ、コライドンさんが勝ってくれれば。
まあ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 、オッケーオッケーオッケー、全然全然いいや、全然勝ってくれる、それだけでいい。うえー、何持ってんだ、タスキじゃないんだ。いやな、そうタスキレンジャーとかまで考えるとね、やっぱね、まあ鬼しずくもから入るのやっぱ強いんだよな。うん、まあ、この試合黒バドだったんで、最初に考えていた通りの、形でいきましたけど、まあ一旦ニトロチャージでいいかな。自信、はい、まあ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 耐えるでしょ、なんてだってコライドンね硬いんで。えい、ナイスまあまあ4分の1ですよ、晴れてるんで強いね。え、なんかやっちゃいそう、お前ならやった、あーしびれるか、ここしびれるのはね惜しい、ここしびれるの惜しいな、いやマジで惜しいな、ここしびれるのは。いやこれだってさ、削ってたらテラスタくんなんなかったんだよね。いや惜しい、いやでもねやっぱ強いですね。まあ神投げましょういや本当にあのゴリオスパー使ってるんだけど今、まあ、やっぱコライドン使う上で注意は相手の神への対策と、基本的に俺伝説で同速勝負するの弱いと思ってるんで、まあ耐久売ってるから、まあニトロチャージをうまく積むだったり、そのやっぱ135速って言われる羽ばたく神パオジャンあたりとの相手初手あれか S 上げてるから、まあタスキじゃなくても、まあまあタスキじゃない、何持ってたんだろうね、ちょっとよくわかんないけど、まあなんか素早さ関係を大事にするっていうところはかなりね重要なポイントかなと思います。これ相手あれだよね、黒バドだから多分黒バドにテラスをまあ残しておくしかないみたいな考えだったとは思うんですけど、これね何がすごいって、今まで最強だった神がもっと最強なんだなって、なんか上取ってるよ、みんな見て、みんな見てこの凄さを、羽ばたく神が上取ってるんですよ。しかも、え、最速スカウクロバドっていないでしょ、これすごすごい、あ、まあ、テラスキルよね、でも上から無法なんで。いやクロバドね、やっぱコライドンな気、え、でもいろんなの使うためにね強く感じるんで、どうせ。はい、オッケー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 、まあ直帰なんでね、僕の裏のディン君は、まあ、頑張ってくれると思うけど、まあ、フェアテラドレキとか怖いよな、結局死んだ、アストラルビットを倒されていく。いやこれどうなんだろうね、引いてもね結局あの晴れてないと神植え取られちゃうから、まあ、多分これでいけると思ってるんだけど、えこれで負けだったら俺のちょっとあの黒バドへの考え方を改めなきゃいけないので、まあ一旦ねみんなもやっぱねその使ってとかもう潜った方がいい、一旦本当にね今までの対戦の知識、まあもちろん生きるよそりゃ、それはそうなんだけど、だいぶ変わるんで、その感覚とかをね、まあ、養わなきゃいけないというかね、うん、あるんで、そこはね、まあ、またね、さらに潜りまくるべきですね。で、これは多分ヘビーボンバーでいいんだよ。まあ、ドレインキッス、まあ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 、まあ、わかるわかるわかる。ただ、直帰持って、あ、そうだよね。うん、オッケーオッケー、さすがに、直帰ディンク、よく頑張った。いや、回復めっちゃするね、やっぱディンの体力が多いんで。ただ、ヘビーボンバーは一応フェアリーティラスのために入れてるんで。あ、よかったよかったよかった。あ、よかったね。うん。よかったよかったよかった。ああ、いや、結構想定通りだな。黒バド入りにも勝てましたね。うん。ということで。楽しい新ルール対戦相手の田中正義さん、ありがとうございました。いや、でも黒バドも強いな。あんな状況からまくられかけるんだよね。うん。まあ、ということでね。まあ、今日も対戦やってったんですけど。まあ、一旦コライドンのフルパワー型使ったけど、なんかフルパワー力みたいなのはね、あんま見せることはできなかったんですけど、まあ、ただ、まあ、ニトロチャージ、今までの感覚だとおかしくて、まあ、そもそも炎テラスのニトロチャージが、海竜の激鱗と同じなんで、多分、ハチマキ海竜の激鱗と同じ指数が、素早さ上げる、まあ、言ったら、積み技兼攻撃技でできてしまうというところで、まあ、ちょっと本当にね、潜らなきゃ、やっぱここら辺っていうのはね、感覚的に養われないし、まあ、そのポケモンたちのね、性能みたいのもね、まあ、脳内で考えるところとね、いざ対戦するってところは違うんで、まあ、ガンガンにね、みんな潜っていったらいいなと思います。まあ、僕もね、レギュレーション G 頑張るんで、一緒に頑張っていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。